みんなのアルバイトピロシキーズのブラスです。アリちゃんです。石原ゆきです。はい、今日も引き続き織作彩乃さんに来ていただいております。かわいい、ね、大学生で基本的にはお寿司屋さんで働いてたことがね一番長いということなんだけど、はい、その他にもでもなんかアルバイトしてはったんですよね。はい、大学2年生の夏に友達の紹介で、うんうん、品川プリンスホテルのプールの受付を短期でやってました。プールの受付品川プリンスホテルのプールはナイトプールとかやりたいというあります。じゃあ品がないわ。なんでやねん。ナイトプール行ったことある？あるよ、あるある。多分みんなが行くよりも前に俺が初めて元祖ナイトプーラーやったよ。なんでやねん。もう全然10年近く前やと思うよ。そんな前からあったんですか？あったの。だから私がナイトプールに行ってナイトプールの悪口を言ったらそこから若い女たちがみんな行くようになってナイトプールブームが出てきたわけよ。なんで悪口言ってナイトプールブームになったの？わかんないよ。みんな若い女はパイパイしたのが好きだからでしょ、ナイトプール行って。なんかね、一番腹立つのはナイトプールってちょっと安い値段で入れるんだけども、でもなんかちょっと高級感があるというか、5、6千円ぐらいで入れるんだよね、あれ。男が嫌なの、女よりも。女はなんかパヤパヤしてていいんだけども、男がたかがナイトプールで5、6千円で入ってきただけなのに金持ちオーラを醸し出すのよ。シャンパン飲めたりするからちょっとグラスを持ったり。でもなんかちょっと大したやつじゃないやつが金持ちオーラでそこら辺の安物女子をブイブイ言わしてる感じが耐えられない。安物女子言うんだ。安物女子だよ、ナイトプールなんかに憧れるの。デヴィ夫人がナイトプールに行くと思いますか？行くよ。行かねえよ。行ってるのよ。金持ちが行かないの、ナイトプールには。クルージングだったし。貧乏人が行くとこなの、あれは。あんたが行ってたやないか。なら貧乏人だったんだよ、あの時は。今もだけど。やめろや、やめろ。え、そういうナイトプールとかもやってたの？やってました。受付？受付やってました。どうやって客層？いやでも夜はもう大学生の男だけとか男女とか。やっぱ男調子乗ってた。そうですね、男2人組で来て男2人組で去っていくと、あ、ナンパ失敗したんだなみたいな感じで、いやいやみんなで話してたりはしました。それはまだ多様性を知らないからだよ。男2人で帰っていくのが正解のパターンだ。なるほどね。だってそれで成功してるかもしれない。ナンパがね。チャンネル登録してね。彩乃さんは受付してた時はどういう格好だったの？水着やったの？いやもうなんかポロシャツでした。ポロシャツなの？水色のその支給されたポロシャツ。そんなんでの品川プリンス高級ホテルやん、うん、なのにいいのそれで、はい、どんなこと言うの？ちょっとちょっとご覧遊ばせ、あれがナイトプールでございまして、あちらで着替えてあちらの方でお遊びにいただいて、あちらで用を足していただく形で。用そんなこと言う？どうぞお取りください。そんな用クラス聞いたことない。言葉遣いは結構気をつけなさいみたいな感じで言われたんですけど、そんなかしこまってはなかったです。こんにちはみたいな感じで。男性客と女性客どっちが多いの？ナイトプール。ナイトプールはでも女子ですかね、うん、女子が多いね。みんな大体ナンパされていってる？されていってる。いやだからナンパされに行ってどん、あれは。それが違う。どうかな、私も思った。インスタのためインスタ映え、まあ、最近だとね、なんかそういうプールに変なものを浮かばしてる。友達がさ、インスタにさ、ナイトプール行ってきたっていうのをあげてたらさ、俺はなんか引くけどね。今頃ナイトプール行ってキャピキャピなんだみたいな。ナンパされに行くんだ。なんかナイトプールの印象悪いんだよ、俺の中でもとことん。何をした？今まで何をした？お前はナイトプール。だからナイトプールに行っても私はナンパされなかったから怒ったんだ。それでずっと悪くなって。そうだよ、もうナイトプールなんか嫌いなの、もうあんなもの。でもね、ゲイ専用のナイトプールみたいなのもあってね。だからお前はそういうとこ行ってたんじゃないの？そこに行かなかったんで、やっぱね、すごいから、そっちの方。それもちょっと楽しみにしてる。行くのかよ。今口言っといて楽しみにしてんの。よだれが出てきた、ごめんな。品川プリンスホテルやったらさ、チャリンチャリンの方はいい感じなの？来ますね。あのお昼に月で契約してる方とかがすごい泳ぎに来たりはしてて、うん、お昼はじゃあ高級なお金持ちが多いんや。そうです、もうなんかパスポートみたいなの買ってくれて、それで何回も来てくれたり、あのプールとレジデンスみたいな、あのマンションがつながってるんですよ、そこのルートから来る、うん、だからやっぱり昼間よ。プールに行く金持ちは昼間、貧乏人は夜。これで決まってるの、世間は。貧乏人じゃないだろ、夜は。そうだよ、確かにそうかもしれない。夜はなんかもう本当に遊びに来る人、ナイトプールはもう大学生がわちゃわちゃしに来るみたいな。でもホテルにプールだけで行くってちょっと
ダサくない。ホテルに泊まってそのついでのプールをちょっとちょっぴり利用っていうのがやっぱ優雅やなと思ってまうねん。プールに行きたいってもう市民プールに行く感覚じゃん。いやでも大人の市民プールみたいな。焼きたくない人やったら夜行くかな。うちはもう焼きたくないかな。例えばもう焼いてこう赤くなるとかもうなんかさアレルギー持ちの人やとやっぱ夜とか行ったらそんな暑くないし焼けへんし、日焼け止めもつけなくていいし、そうベタベタせへんし、なんでそんないや別にそんななんかね、ま、あのでも多分ナイトプールは焼きたくないからで行くやつは少ないなと思ったんだ。そういうねあんたみたいなね、私はその辺のナイトプールよく行きますけども、その辺のナイトプールに行ってるやつらとは違いますドスエみたいな感じでさ言って見せてくれてるんかもしれない。その辺いつもナイトプール行ってますみたいな。やめて、行ってないです。行ってないです。行ったことはありますけど行ってないです。プール以外の仕事はないの？プールだけの募集だったんでプールだけしかやってないです。ライフセーバーみたいなお兄ちゃんさ、ちょっとエロいよな。いたの？ライフセーバーいました。いるんだよ、そう、ちょっとエッチなんだよ。でちょっと溺れるふり。エッチじゃなかった。品川プリンスホテルのライフセーバーさんはエロくないの？いや、エロくなかったです。そんなに？絶対嘘。だって私の男友達、ライフセーバーのバイトやったんですけど、その志望動機が女の子の胸を見るためだって。何が嘘だと思ったの？エロくなかったって。ごめん、俺見た目で我々から見てエロい容姿だったか。そういうこと。でもやつらはそれはエロいよね。やつらもやつらは別に人を助けに行ってるんじゃないんだから、おっぱい見に行ってるだけなんだから、ね、いい仕事だよね、おっぱいいっぱい見れてね。でもいいよ、溺れてるふりしたら助けてくれるんやろ。そう、抱きついてくれるらしい、女の子は。それで、やばいので、あの必死になってる女の子がライフセーバーが寄ってくとこ捕まってくれる。だからさ、ね、エッチだからだよそれ。ライフセーバー、ライフセーバー、ライフセーバー、ライトセーバー言うたら今スターウォーズだよそれ。トゥ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 だね。それはライトセーバーさんとやっちゃったみたいなエピソードはないの？ないですよ。ないんだ。嘘だ。ないですね。あるよ、だってドエロいんだから、プールの裏のタオルを干す場所とかで。いやもうやだし。しかも夏ですよ。掃除とかやったりする？アプリ掃除やったり。それライフセーバーさんと一緒に。あええやらしい。泡パーティーないの？いやない、泡パーティーとかないです。結構ほら恥ずかしくなってる。本当にいやいやないです、ないです、ないです。いかにライフセーバーさんが着替えしてるところを見ちゃったみたいな。いや男女別なんでないです。つまんねえな。あでもなんか一緒にロッカー掃除とかはします。ロッカー掃除一緒にするんで、その時にやっぱりなんか変なもの見つけちゃったんだけど。でもそうですよ、ロッカーでさ、ない、そういうなんか変なものを忘れていってしまった人。ないですね。なんかバイブが置いちゃったとか。なんでプールに持ってテメが忘れていくやつじゃん。なんでプールに持っていくんですか。いや、なんかちょっとこう、ね、なんか事件とかないの？プールで事件。客同士でもう水の中でやってたって発覚とか。いやでもそれは大事件。それ大事件だね。ありそうやんな。おしっこ漏らした客がいてみんなを上がらせたとか。おしっこが濃すぎてもう上から、もう明らかに広まっていくのが見えていって緊急避難みたいな。やばいですね。ラップやばい。銭湯とかよくあるじゃないですか。え、そうなんですか。あるんですよ。おじいちゃんとかおばあちゃんがやっちゃうんですか。落ち着いて、だからプールでもあるはず。あのね、皆様あのお風呂入るときに絶対におしっこしないでください。当たり前だろ。いやもう風呂入ってこう風呂場でする人とかいるんだけど、風呂場でしちゃうと年取ったときにもう水の音聞くだけでもうピャーってゆる。それはねお風呂の中でじゃなくてシャワーのところでおしっこする人が結構いるんだって。でそれはなんか年取るとお風呂場はおしっこするとこだっていう認識になっちゃって、ボケてからなんか介護とか受けるときにおしっこしちゃうっていうのがある。我慢できない。やってんやな。でもみんなやってるらしいよ、あれなんか7割ぐらいやってるらしい。でもそれを風呂入りますっていう感覚だけでもしたくなるとか、もう音ジャーって音聞くだけで出したいみたいなのなったり。もうすでにもうそれやばいと思う。ああやばい、相当やばい。もう慣れてきてる。もうちょっと待って、ババアみたいな会話やめよう。もう年で、なんかもう年のさ介護についての話じゃんこれ。休憩とかあったりしたの？休憩の時には泳げるとか言って。いやないです。休憩はもうなんか社員食堂でご飯を食べれるっていう。終わってからなんか泳げたりできるの？ただで食べれるの？ご飯何が出てくるの？ご飯めっちゃご飯大事やん。ご飯今こうなったで。ただでご飯食べれねんって。え、何食べんの？なんかいろいろその日のメニューが5個ぐらいあって、そこから選べるんですよ。
え、一番美味しかったやつは鶏の天丼みたいな。鶏天丼みたいな。めっちゃいいじゃん。鶏天大好き。めっちゃ美味しかったです。いいね。だからそういうシャバリみたいなのがあるんやな。プールとかもなんか安く利用できたりするの？プールはなんか裏技みたいなの聞いたんですけど、レジでするときに宿泊者ですかって聞かれたときに、はい、宿泊者ですって言うと宿泊者料金でプールに入れるんですよ。え、あかんやん、そんなの。ダメです。それ今は多分通用しませんよ、多分。今はダメです。今はです。ルームキーをわざわざ見せてくださいって言ったりは、こっちからはしないみたいなのを聞いて、あ、じゃあ入れるんだと思って。めっちゃ安いんですよ、宿泊者料金が。そうなの、どのくらい違うの？一般が7000円ぐらいだとしたら、宿泊者が2000円ぐらいに入って。安っ。宿泊者料金で行こう。行こう。行くときは。偽物の鍵作ってさ、見せよう。じゃあ、 あの風呂場でおしっこする話も盛り上がったことやし、そろそろ締める。今日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。締め方雑、まあ、でもそろそろ締める。とりあえず脱粉するやつがいないってことで安心しましたね。そうですね、はい、いないです。いや、いるよ絶対。いるいる。いや、でも浮いてたら怖い。いや、だって水着の中でしてんだよ、だから浮いてないんだよ。ちょっと水着の中で溜まってそうだね。あとで着替えるときに、そう。だからもうプールとかな、温泉とか俺無理やわ、もう気持ち悪い。もう絶対しっこしてるやつとかさ、うん、お風呂のお湯の中とかな。おぞましい。おぞましい言うんじゃねえよ。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。